皆様おはようございます、本日はなんとか天気ももちまして、大変良い日となりました。旧古川邸まで足を運びいただき誠にありがとうございます。大変お待たせいたしました。ただいまから旧古川邸園100年記念オープニングセレモニーを開催いたします。私は本日司会を務めさせていただきます公益財団法人東京都公園協会の鈴木でございます。よろしくお願いいたします。旧古川庭園は幾多の震災、戦災を乗り越え大正期の名園として完成して今年100年目となります。そのことを記念し、これから旧古川庭園では100年記念事業といたしまして4月から12月にかけてさまざまな関係団体や多くの方々とご一緒にいろいろな催事を開催していく予定でございます。これからスタートするたくさんの催しの皮切りといたしまして、ご来賓の皆様、ご来園の皆様とともにただいまよりオープニングセレモニーを開催させていただければと思います。ではまずはじめに公益財団法人東京都公園協会理事長佐野勝彦より皆様にご挨拶を申し上げます。東京都公園協会理事長の佐野と申します。旧古川庭園100年記念オープニングセレモニーの開会にあたりまして、主催者としてご挨拶を申し上げたいと思います。本日はご多忙の中、大勢の皆様にお集まりいただき誠にありがとうございます。また旧古川庭園100年記念事業にご協力いただいておりますご来賓の皆様のご臨席を賜り心よりお礼申し上げます。旧古川庭園は大正8年に完成した庭園でございまして、今年で100年の時を迎えました。これまで震災や戦災など幾多の災禍を乗り越え創建当時の佇まいを今に伝えております。また本庭園は英国の建築家ジョサイア・コンドルと京都の名所宇恵寺が築造した邸宅庭園でございます。成形式の洋風庭園と回遊式の和風庭園が調和する大正期の名園として、
国内外から高い評価をいただき、平成18年には貴重な近代の文化遺産として国の名勝に指定されております。現在はバラの名園としても知られておりまして、特に春と秋のバラが美しい時期には多くのお客様にお越しいただいております。皆様に愛される庭園をお預かりしている東京都公園協会としまして、本当に日々喜びを感じているところでございます。100年前、このエリアには飛鳥山に希代の実業家 渋沢栄一が暮らし、田端では芥川龍之介に代表される文士や芸術家が活動をされておりました。その中で旧古川財閥の三代目当主でありました古川虎之助氏がこの地に庭園邸宅庭園を築きました。この旧古川庭園の完成100年をお祝いする記念事業でも、王子から田端までのエリアにあります近隣施設の皆さん、地域の皆様から多大なるご協力を賜り、ご一緒に数多くの催しを実施する運びとなっております。この記念事業を通じて100年前の息吹を感じていただくと同時に、地域一体となってこのエリアの活性化を図りながら、またこれからの100年につなげていけるようにと考えております。100年記念事業は、先ほども司会から申しましたが、4月から12月まで足掛け9ヶ月をかけまして実施していきます。ご来園の皆様にはぜひさまざまな催しにご参加いただき、旧古川庭園をお楽しみいただければと存じます。最後となりましたが、改めて関係の皆様に感謝を申し上げますとともに、引き続きご指導賜りますようよろしくお願い申し上げまして、私からの開会のご挨拶とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。